ステージの上では神格化され、ディーバと歌姫と言われたマリア・カラス。このあと彼女は悲劇のヒロインにもなっていくんですね。ご覧いただきます。私は攻撃され嫌われてきました。辛いことですが、自分で自分を守らなくてはなりません。私は感覚がとても鋭いので、本当は傷つきやすいのです。メストラと呼ばれたマリア・カラスは運命の人と出会います。世界一の海運王オナシス。オナシスは同郷ギリシャのスーパースターマリア・カラスに心を惹かれ、1959年地中海クルーズに彼女と夫のメネギーニを招待しました。その戦場でオナシスとカラスは心を打ち解け合い、旅が終わる頃には友人以上の仲になっていたのです。彼女は恋をしました。悲劇です。それはむごい結末を迎えるのです。オナシスとの出会いは彼女の人生にとって決定的なターニングポイントとなりました。彼女は初めて恋というものを知ったのです。カラスは真剣にオナシスを愛し続けました。カラスにとって夫のメネギーニはもう必要なかったのです。彼女はワーカーホリックでずっと仕事漬けの毎日を送っていました。オペラだけに生きてきたのですから。そこでこのラブストーリーが起こったのです。オナシスとの恋は彼女の人生で必要なことでした。35歳の一人の女性として仕事以外の何かが必要だったはずです。オナシスと出会って以来、彼女は徐々に仕事から離れていきました。次第に彼女は不安になってきます。昔のように自分が持っていた声だけに頼ることができなくなっていたからです。やがて彼女は人前で歌うことに恐れを抱くようになりました。1964年彼女はお気に入りの舞台演出家に説得されステージに戻ってきました。トスカの公演でパリ、ロンドン、ニューヨークを回ります。この時、これが彼女にとって最後のオペラ公演になろうとは誰も想像しませんでした。この頃、彼女の頭にあったのはただ一つ、どうしたらオナシスと結婚できるのか。カラスは離婚を拒んだメネギーニに別れを告げ、オナシスからのプロポーズを待ちました。しかし彼女の夢は無残に打ち砕かれてしまいます。1968年、オナシスはカラスにプロポーズする代わりにジョン・F・ケネディの未亡人ジャクリーンと結婚したのです。オナシスと過ごした時間がどれだけ高くつくかよく分かっていました。私のような人間が9年間もあんなに隠れた恥ずかしい暮らしをしているともうダメになるのよ。決して数ヶ月で癒される傷ではないわ。彼はわざとやったんじゃない、分かってるの。怒ったことは仕方ないから忘れるしかないのよ。9年間よ、9年もキャリアを放棄したの。そして全てを失った。1973年、マリア・カラスはロンドンのフェスティバルホールで特別公演を行います。カラスにはずっと復活を待っていてくれる愛すべき聴衆がいました。しかし長年の空白は彼女から声の輝きを奪っていました。
the usual song, which I, O mio bambino caro, or my public caro. I saw her at... 最後のコンサートで彼女を見ました。見たと言ったのは、あれがマリア・カラスの歌かと耳を疑うようなものだったからです。彼女の公演の中では最悪の思い出となりました。1975年、カラスのもとにオナシスの訃報が届きます。二人が別れてから7年後のことでした。オナシスが死ぬと、カラスもまた生きるエネルギーを失ってしまったかのように衰弱していきました。カラスはパリのアパートに閉じこもりきりでした。美容師を呼び寄せ、髪の手入れをさせても、途中でやっぱり外出はやめるわというのです。全く人に会おうとしませんでした。オナシスがこの世を去って2年後の1977年、マリア・カラスは53歳で息を引き取ります。心臓麻痺でした。彼女は自らの意思で死を選んだのだと思います。それは究極のナルシズムだと言えるでしょう。歌に自分の全てを注ぎ込んだ彼女は、ステージで喉が切り裂け死んでしまおうが、そんなことは問題にならないのです。彼女にとって自分の決めたクオリティで歌えないことの方が辛いのです。だから死を決意したように思えます。とにかく強い意志を持った女性でしたから。